はい、今日はですね、こちらですね、仮面ライダー、フォーゼのですね、おピントが合わないぜ。はい、仮面ライダーフォーゼのですね、RD を使ってですね、いろんなポーズを撮ってですね、遊びたいと思います。フォーゼがですね、今ついてる手首パーツ、手を開いたものとですね、あとは、手をグーにした、左右のパーツですね。こちらも。はい、この二つとですね、はい、ポーチ。あと一つだけですね。こちらのロケットモジュールですね。ここに穴がありますので、ここを右手にですね、刺すと。で、つけるという感じになります。はい。では、いろんなポーズをとって遊んでみたいと思います。あとですね、ちょっとフォーゼの方が、この足首のですね、ここ、つま先がこう曲がるんですけど、このパーツがですね、異常に外れやすいことに気づきました。あ、これ。よいしょ。はい。はい、今日フォーゼの RD を使ってですね、いろんなポーズをとって遊んでみました。あとですね、仮面ライダーの RD シリーズですね、あと2つ、ありますので、ちょっとそれをですね、次回紹介していきたいと思います。こちらですね、仮面ライダーニュー電王のですね、RD と、こちら、仮面ライダーガイムのですね、RD。ガイムの方はですね、ゲームセンターで撮りました。ニューデンオの方はですね、Amazon で購入しました。で、順次ですね、この2つもアップしていきたいと思います。